はい、ダービーサリオン98プレイしていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。さて今日はねもう深夜なんでゆっくりというか小さい声でねおとなしくプレイしていきたいと思います。21M2 歳ねミルジョージ3区なんで晩成ですかね。パーマ2号、これなんかおかしいな、なんかまあ一回こっちの問題なんでね、もうひょっとしたらね解像度というかちょっと いつもと動画のねサイズが変わってるかもしれません。申し訳ありません。パーマン2号ね、うん、1歳やね。パーマン2号ってね猿の方らしいですね、うん、女の子だと思ってねヒンバリに名付けたんですけど、パーマン2号は猿のねオスらしいです。メスでもないみたいですね。なんで、うん、ちょっとこれは売ろうかな、うん、新田の妹受胎ね。ブルマが不受胎か。桜井豊夫のね子供期待してるんで、さて出来すぎ7ですね、期待していきましょう。まだ1勝もしてないんですよね。早く1勝してほしいなと。成長型はね早熟ではないんでね、これからどんどん能力が底上げされていくと思うんですけどね、期待してるんですけど、ただ気性がちょっと荒いのかなという感じがしますね。距離はそんな長距離はこなせないかなと。あ、それでですね謝らなければいけないことがあって、小学生 YouTuber が面白いと言ってしまったじゃないですか。YouTuber の大元はGoogle ですよね。 Google アカウントってね小学生取れないらしいですね、うん、なのであまり小学生 YouTuber になれよ今やれよなんて勧めたら怒られますよね。常識的に考えて申し訳ないなと。だからもう小学生でやりたい方はねやっぱり親の了承を取って、まあ、できるだけ顔は出さない方がいいんじゃないかなと、うん、思いますね。そういうのはやっぱり親のね教育方針ですから、僕の言葉を信じてね本当に顔出しでね堂々と YouTuber やるっていうのはね小学生はあまりやめてくださいね。やめた方がいいと思います、うん、それで僕のね、視聴者の 方に 10% がね小学生だと言ってしまったんですが、あれ勘違いですね。13歳から17歳だったかな、その間がそのパーセンテージが 10% っていうことですね、うん、全然なんかおかしなこと言ってたんで申し訳ありません。小学生はだからアカウント取れないんでカウントされないんで、うん、さて始めていきましょう。それでね話したいのがね、今からね実況ゲーム実況者になりたいという方はおられると思うんですよ、うん、それで勘違いしてる人がいると思うんですよね。高性能のパソコンを買わないといけないのかなと思ってる人がいると思うんですよ、うん、知恵袋とかでも見てもねどれぐらいのパソコン買ったらいいですかって質問してる人がいるんですけど、なんか答えにはねCore i7 とかね、Core i5 は必要だよっていう CPU ね、いるん、そういう答えが多いんですよね。ただね、僕はね、ずっとセレロンでゲーム実況やってきたんですよね。セレロンって言ったら、まあ、Pentium の廉価版って言われてたんですよね、CPU でね。もう、廉価版の CPU で能力は大したことないんですよ。それで、6年前の、ちゃうな。2010年に購入したんで、もう7年前、6年前か、うん、そのぐらいのパソコンでやってたんですよね。だからそのぐらいの低スペックパソコンでもできることはできるんですよ、うん、実況動画はね。だからいきなりね実況者になりたいからって言って高性能のパソコン買う必要ないんですよね、うん、それ何が違うかって言ったらねゲーム進めないといけませんねごめんなさい。出そうね、絶好調だもんね。ダート18厳しいな、ちょっと太めなんでね。あ、半身もダメ、中強も18。次行こうか。何が違うかって言ったらやっぱりエンコードの時間が違うんですよね。 CPU の能力によってエンコードの時間が短くなるんですよ。エンコードっていうのはなんて言ったらいいのかな、サイズを圧縮するというか、そのまま撮った動画はねサイズが大きいんでそれを圧縮するっていう形になるのかな。僕も詳しくないんでよく知らないんですけど、まあ、エンコードの作業が CPU が高性能になることによって短くなると。今僕 PC 新調したんでね、
うん、今まで3、4時間かかってたのが、あの Core i7 の CPU でやるとね、まあ10分15分で終わるんですよね。10分15分で、うん、それぐらい違うと。ただもちろんエンコードの時間はずっとパソコンに貼り付いてなくてもいいんで、まあ、夜中に寝てる間にやったりね、まあそんなことを子供がしたら親に怒られると思いますけど、まあ貼り付いてなくてもいいんでね、4時間って言ってもね、うん、ほったらかしにしとけばいいんですよ。だからできないことはないんですよね、低スペックパソコンでもね。だからセレロンでもできることはできると。進めていきましょうね。ダメだ、こんな無駄回ししてたらね。1200メートル出しましょう。これだったら勝負になるんじゃないかな。エビ小ジョッキが乗ってくれるかどうか。ああ、Cさんいますね。Cさん乗ってもらいましょう。だから最初にね、いきなり高価なパソコン買う必要がないんでね。まあ、試しにセレロンとかのパソコンでも取れるんで、そういう低スペでもやれるんでね。最初はそういうパソコンで始めてもいいと思いますよ、僕は。うん、いきなり揃えるっていうのはね、お金持ちじゃないとできないでしょうから。あと、まあ、キャプチャーボードの問題もありますよね。キャプチャーボードは SD 画質のものと HD 画質のもので全く違うんですよね。SD 画質だったら US、なんだっけ、GV、名前が出てこないな。ちょっと待ってね。GVUSB2 でしたっけね。あれが Amazon 行ったら3500円ぐらいで売ってるのかな。ところが HD 画質のキャプチャーボードはやっぱり2万円近くするんですよね。その HD 画質のキャプチャーボードでも種類があってね、低スペックパソコンでも動くものと高スペックパソコンが必要になってくるものがあって、うん、その辺ね勉強しないといけないんですけど、最初はだから SD 画質のものでやったらいいんじゃないかなと思いますね。これはね、先行できましょう、ね、直線短いんでね。まだこの印なんだな。もちろん PS4 とかだったらね、もうゲーム機買うだけでね、インターネット回線があればもうそのまま実況動画上げれますんで、そういう手もありますよね。ゲーム機でスイッチにもつくらしいですね、あの動画、実況動画作れる機能ね、シェア機能みたいな。 Xbox One とかね、プレステ4にもついてるんですよ、実況動画簡単に作れる。ただ編集作業をやるとなるとね、あるんですよ、編集ソフトみたいなのが PS4 にも。ただね、あまり使い勝手は良くないですね。厳しいな、これ抜けてこれるかどうか。抜けてこい抜けてこい抜けてこい、いけるいける、させさせさせ、バテるなバテるな。勝ったかな、ちょっと負けたか。2着やね、悔しい。やっぱ千人向きかな、だけどな、この馬な。まあ、僕は競馬ゲームの実況はね全然いいんじゃないかなと思いますね。自由度がありますからね、競馬ゲームは。誰がやっても同じプレイにならないっていう自由度がありますから、競馬ゲーム実況はね、もっとね、流行ってもいいんじゃないかなと。まあ、そうすることによってね、競馬ゲームやる人が増えていって、まあ、競馬、新しい競馬ゲームをどんどんね、作られると思うんですよ。そうなっていったら、いい循環になりますからね。うん。ちょっと出来すぎ7は期待外れやね。ちょっと、コメント見るの忘れて、1月1週か。サンサイバーは21エモンから。この辺りもあまり期待できないと思うんだけどな。ちょっと出来すぎセブンはね、また負けすぎくんになってるよね。未勝利だから、ダートでも走るのかな。このまま父はトニービンだもんね。トニービンだったらダートちょっと厳しいかな。うん、ちょっと調子が落ちたと。難儀な馬ですね、出来すぎセブンね。セブン、僕
は7は好きな数字なんでね、誕生日とか言ったらダメだ誕生日がね7が多いんで、7は好きな数字なんですよね。7と5がね重なるんですよね。そんなこと言ったら年齢バレてしまうんで、もう年齢バレるようなこといっぱい言ってますけどね。さて出そうか。472がベストだよね。ちょっとコメント見るの忘れてるね。ダート、フィバーね、ダートしかないんですよ。ダビスタはね、芝のレースも 1800m だもんね。あ、でも1002があるね。2月1週だ。うん、だから小学生 YouTuber ね、僕は面白いと思うんだけどね、人によってはやっぱり不快感を抱くのかな。だから小学生はやっぱり難しいですよね。中学生高校生になったらもう今やれよっていうのは僕はそう思うんですけどね、うん、大人になってから、まあ、暇な人はいいけどね、大人になって社会人になったら時間ないですからね、学生時代よりね学生時代ってそんなね、勉強が本分だと言いますけど、僕もあの、ね、名門野球部何遍も言ってますけどね野球部やって勉強部結構頑張ってたんでね、それでもやっぱり動画撮る余裕ぐらいあったでしょ、十分だから中高生になったらどんどん上げてもいいんじゃないかなと思いますけどね。顔出しはちょっと怖さはあるかもしれませんけどね、うん、いや、そう、出さないとダメだね。ちょっと今日は話がね、横道にそれてしまって申し訳ないです。競馬の話全然しないしね。さて、小倉ですね。 C ジョッキーが能登 C 乗ってくれない。あ、藤田さんがいますね。男藤田、もう出来すぎといえば男藤田だからねこれ勝つんじゃないかな。なんかフラグが立ったような。ただ馬体はがれてます。やっぱ出来すぎといえば藤田だからね、うん、21円もは万世ですよねこれね。まあ、3月でもう一回見ましょうね。さすがに今回はね初勝利したいんですけど、いい感じやね、うん、馬体寂しいけど、うん、やっぱり貴重のランがね三角なんですよね。このファンファーレ聞いたらなんか夏を思い出しますね、うん、ちょっと出遅れた出遅れたか。だから火曜日ねやって負けたんでね、僕またマイナス街道ですね今年もね。今年も去年プラスから入ったんだね確かね。去年1月とか調子良かったんで、今年も金牌当てましたけど、早くもマイナス回答ですからね。ちょっと全然来ないね。男藤田どうした？競争中止ってことないよね。ねえ。やっぱり気性が荒いな、この、まあ。出遅れたらダメだね。あとね、パドックの話とかね、結構、したいなと思うんですけど、僕は競馬ブログもやっててね、書いたことはあるんですけどね、パドックについては。まあ、パドックね、あれ、パドックよりも馬券の勉強、買い方のね、勉強した方がいいんじゃないかって言いましたけど、もちろんパドックでもね、穴馬拾える時はありますし、やっぱり当たった時はね、パドックで馬券取ったらすごい嬉しいんですよね。テンション上がるっていうかね。僕はだから競馬を知るというかね、なんて言ったらいいかな、競馬を楽しむためにね、あのパドックの勉強するっていうのはいいと思いますよ、うん、もっとね楽しめると思いますよ、馬体の見れるようになったらね。そのあたり馬体のねパドックについてもうちょっと語りたいんですけどね、あんまり偉そうなこと言ってもね、僕なんてマイナス街道の人間だからあまり大きな声で言えないんで、威張ってね言えないんで、
っぱり 金持ちになりたいなら金持ちに聞けって言うじゃないですか。だから競馬勝ちたいんだったら勝ってる人に聞かないとダメだからね、うん、負けてる人が偉そうに語ってもしゃあないから。 1000m 行こうか。ちょっとどんどんガレていくけど、うん、ちょっとてっちゃんがいるね。細江ジョッキーずんこさんがいるじゃん。ここはずんこさんに、うん、初勝利はずんこさんで行こうかな。僕はだからずんこさんとねパドックでねいい馬っていうのが重なるんですよね、うん、よく言われてるじゃないですか。2チャンネルでもずんこさんが押した馬が来るって言って、僕はもうそんなこと2チャンネルで言われる前からねずんこさんと、ね、いい馬が重なるなと思ってたんですよ。それ友達に言ったら笑われてたんですけどね。今ずんこさんの相場感が確かだみたいなこと言われてるじゃないですか、うん、自信持っていいんですかね。ちょ今日全然ダビさんに集中しないな。行きましょうか。まあずんこさんだからね、ずんこさんはね生涯で30勝してましたっけね。15勝ぐらいじゃないですか、ひょっとしたら。僕はチャンピオンジョッキーの実況してね、あのジョッキーの気持ちがよくわかりますね、うん、あれだけね、まあ、大したことはないですけどね、下手くそって言われてね、ジョッキーもよく考えてみたらね、競馬始めて 2,3 年の人が福永ジョッキーとかに下手くそとか言うわけですよね。福永ジョッキーもちろん腹立ちますよね。でも黙ってね乗り続けるわけですよ。強いね。細江ジョッキーで初勝利だこれ。細江ジョッキーで初勝利か。まさかの、うん、細江ジョッキーに一生プレゼントしたね、出来すぎセブン。相性がいいのかもしれない。ちょっとガレてるんでね、これどうしましょうかね。まあクラシックは厳しいんで、うん、ちょっと馬体増やしましょうね。そうです。牧場手詰まりになってきました。まだいいよね。ノーコメかな。うん。うん、だいぶ戻ってきましたね。出そうか、500万した。なんかレースあれば。ないね。やめとこう。細江ジョッキーで完勝でしたよ。今までね、海老名ジョッキー、C ジョッキー、藤田ジョッキー、滝昇、竹豊ジョッキーが乗ってて乗りこなせなかった馬を細江ジョッキーがね、細江さんが乗りこなしたという。やっぱり出来すぎの一族はね、意外性がありますね。これノーコメなんで引退させます。はい、まあ、晩成なんでね、走る可能性もあるんですけどね、晩成のまあ、あのコメントが出ない可能性もあるんで。さてスプリント戦ありますかね。472なんで、ないね。マイル戦出すか、阪神の。出しますかね。サワラビショ細江さんで行くしかないでしょうね。あれだけ見事な競馬を見せられたらね。行きましょう。翌週これで終わりにしましょうね。19分、20分なんで。この辺り名前知らないな。お、一番人気だ。
細いジョッキーでこの印、まあ、先行できましょうね。ただマイル戦で大丈夫かな。このまま細いジョッキーでね、 G1 とか行ったら胸熱ですけどね、ずんこさんで。七子ジョッキーもね、あれウィポ2017に出てくるんですかね。だからね、七子ジョッキーと結婚できるようにしたらね、ウィポの世界でね、あの売り上げが上がるんじゃないかって話をしてたんですけど、上がるでしょうね、おそらくね。七子ジョッキーファン多いですからね、最近垢抜けてきて。でも競馬に集中してほしいな、やっぱり。競馬ファンとしては。もう細いジョッキーすごい乗れてるね、これ。これでやっぱりでも七子ジョッキーがダビさんの世界にいたら面白いよね、乗せたくなるよね。細いジョッキーうまいなマジですかこれ。細いジョッキーにしてから海岸ですか、出来すぎセブン。もうちょっと早く開眼してくれたら、ね、NHK マイルカップも狙えるんですけど、このままボバですよね。ね、ボバですよね。まあ、ちょっと名前決めないといけないね。誤算だね、これ。新田の妹の子供。新田くんだよね、もちろんね。新田の妹の子供が新田くん。まあいいでしょう。新田くんってね、長髪でしたからね。いや、僕は野球部員も長髪でも OK でいいと思うんですよ。僕はね、常々言ってるんですけどね、もう野球部坊主やめたらいいんですよ。野球のね、人口減らしてる一因なんですよね、坊主にしないといけないっていうのがね。だからそんなね、あの野球人気を復興させたいならね、まず挑発でも OK にしろよって僕は思うんですけどね。いましたよね、中学校時代にもね、坊主が嫌で野球部入りたくないって、野球前のにもったいないなと、あいつがいればもっと強いチームになったよっていうのありましたからね。もったいないですよね。だから坊主でね、本当に野球部入れないって人多いんですよね。今はどうなんですかね。今中学とか行ったらやっぱり坊主ですよね。もちろん甥っ子もね、坊主にしてるんで、それはね、もうやめた方がいいんじゃないかなと思いますね、今の時代ね。なんで変えないのかなと思います、もう僕はね。行きましょう。はい、というわけで今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。